わった。はい、皆さんおはようございます。山男チャンネルです。今日も渓流釣りに来ておりますが、今日の渓流は師匠おすすめの渓流になります。で、以前師匠が来た時にもう尺越えは当たり前、あとはどれぐらいのサイズが狙えるかっていうぐらい大型が出た渓流を教えてもらったので、今日はここで釣りをしていこうと思います。おお、来てない。わー、ノーチェイス、やばいんじゃないかこれ。結構浅瀬が続きます。これはまた不穏な雰囲気。あの一発目の縁で何も出ないっていうのもちょっと怪しい。さらにこの浅さで魚は出るんでしょうか。これはせめて魚影は確認したい。いやー、ついてこないな。今高巻き中ですけど、結構踏み跡があるんで、人はそれなりに入ってるみたいですね。昔はもしかするとなんつの道が崩れたりして入れてなかったから、あれかな、尺がいっぱいいたのかもしれない。すごいな。もう帰れってことか。いやー、おすすめの渓流来て魚一匹も見れんってすごいな。入渓してどうかな、30分ぐらい経つけど魚影は一匹も見ておりません。ダメならちょっと別の川に移動します。いやー、ここおるでしょう、この川に魚がいるなら。もうない、今いました、走っていった。何回もルアー通してたのに反応しないだけか。今魚が見えました。こう歩いてきたら走ったんでいますね。ちょっとルアーをフローティングに変えてもう少しだけ様子を見てみます。はい、このルアーに変えてやっていきます。これはレイチューンですね。なんだろう、 RX48MDS って書いてあります。これはまあフローティングなんですけど、巻いてくるところリップが効いて潜っていくっていう感じのルアーです。まあ、基本はねフローティングなんで、ちょっとこれでやっていきます。結構踏み跡がついてますね、ここもくっきり。さあどうでしょう、フローティングミノーに変えてもうちょっと探っていきます。これで反応が良くなれば釣り上がるし、ちょっとダメなら川を変えようと思います。早速魚が入ってそうないいポイントが出てきました。いや、一匹ぐらい釣りたい。いや、普通のフローティングが欲しいな。ちょっとこのミノーはフローティングなんですけど潜ってしまうので、この浅い川にはややきつです。潜らなくていいんだけどな、浅すぎるから。ここもでも魚の反応なし。来ないな。来ない。いやー、本当に来ないんですけど。ちょっとルアーを変えました。D コンパクト38。フローティングがね、すごいいいってわけでもなさそうなんで、ちょっと結構深いところにいることは多分間違いないので、沈められるこれにしてみます。結構水温が高いのと、あとは渇水気味なんで、それでプレッシャーが高まってる感じはありますね。すごい警戒してる。
あとはね、先行者のプレッシャーがもう結構かかってそうなんで。おー、来た。あー、オッケー、来た。やったー。いや、やっと一匹目が釣れました。綺麗な肉を。この辺から釣れ始めてくれればいいんですけど、そう簡単にはいかないか。ここはいいポイント入ってそうだけどな。ここ、おっ、蹴った。あー、バレた。最初はなんか思ったところに全然いなかったけど、ちょっとなんか予想したところで魚が出るようになってきました。先行者がもしかするとこの辺で待機したのかもしれない。魚の反応が出てきましたね。わー、来た。しかも活性も結構高い。今すごいチェイスしてました。やったー。おい、ありがとう。すごいちっちゃい。リリースだ。おい、ありがとう。あ、また食った。ダメダメダメ、食っちゃダメ。おい、リリース、ありがとう。いや、もうちょっと肩の大きい魚が出てほしい。わー、来た、でかい。あれはでかかったぞ。この浅さにおるんか。すげえでかかったぞ今の。はい、ルアーを変えます。エデンの 50H です。結構こんな感じで、なんだろう、引けるポイント、引ける距離は短いけど深さのあるポイントが出てきたので、沈めたいなと思ってちょっと重めのルアーに変えます。おー、来た。ちっちゃかったけど、いい魚。おい、ありがとう。おお、来た。いやー、来た。よいしょ。あー、綺麗だ。ここは降りそう。うわー、来た。でけ。うわー、でけ。まあでも尺はないな。いい魚でも。よいしょ。いや、振ってーな。
かっこいい、ありがとう。いやー来たー、よいしょー。あー綺麗なイワナだ。おー、ありがとう、すごい綺麗。うわー早い。いやーちょっと遅めのご飯を食べまして後半戦やっていきます。でルアーも変えまして、さっき使ってたなんだっけ、あのフローティングのミノーに変えてみました。まあ気分転換って感じです。ちょっとだいぶね魚の反応がなかったのでこっちに変えてみます。うわー来た、でけえ、いい魚だ。うわー来た、おっしゃ、あーバラした。おお来た、あぶね、お待て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 、よし、よし、おーでかい、びっくりした、この川に来ていくつか堰堤越えましたけど一回も堰堤で釣れたことない。おーでも深さがあって良さそう。これは尺おるでしょ、尺。うわー釣れた、手前におった、オッケー来た、よっしゃー、あーでもちっちゃい、まあいい魚です。だいぶ上流まで来ましたね。堰堤で初めて今日釣れました。しかも結構綺麗なイワナが釣れて満足。堰堤上はちょっとやって、これで今日は変えることになりそうです。尺クラスには出会えてないんでできれば一匹拝みたいけど、おお走ってきた、おお来た、尺ではないがなかなかいい魚だった、魚影あり。おおすごい堰堤、これはおるでしょう。はあ。これは尺でしょう、多分。あるかな、2級ぐらいかな、すごい太いから大きく見えるだけかもな、もしかすると30はありますね、ちょうどぐらいかな。すげえ綺麗なイワナ。
シャクイワナが釣れてくれました。よかった。まあ、またこんな感じで源流の釣り動画をアップしていきますので、面白かった方はチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。